ただいま司会の方から過分なご紹介いただきましたありがとうございます佐藤ですどうぞ今日はよろしくお願いいたします世界灌漑施設遺産サミットイン熊本熊本において皆さんにお話をする機会をいただきまして大変光栄に思っております世界灌漑施設遺産に関しましては私自身も執行理事会の席で皆さんの代わりに 認証の証書を受け取ったり盾を受け取ったりそして日本で農林水産省の行動でそれらを皆さん方にお渡しする始行式に立ち会うというようなことをしてきましたがただ残念ながら日本にある44これからお話ししますけどもの施設全部に足を運んだことはないので幸い明日は私は菊池川講師に参加させていただきますのでそちらに でえー、一つままた訪問先が増えるかなと楽しみに思ってておりますさて私の話は今日はここにありますように世界灌漑施設遺産の意義及び補足に向けてということでお話をさせていただきますがこの「補足」という少し耳慣れない言葉をここで使わせていただきましたけれどもこれは 森林の分野に関わりのなる方はよくご存知の言葉だと思いますが将来にあたって木材を生産できるように森林を管理するという森林管理の思想なんですね。ドイツで考えられ出されました森林管理の思想で明治時代に日本に入ってきたとうふうに言われております。補足林業っていう 森林のの経営の姿ががありますがこれは毎年毎年木が成長しますが成長した分だけ伐採して木材にして使うでその伐採した後は植林をするということでずっと将来にたって木材生産ができるようにするということなんですが今日ここであえて私もその補足の概念を使ってテーマに使わせていただきましたということはこのきました。 灌漑農業が将来にわたって持続するように世界灌漑施設遺産を管理し保全するという意味合いを込めてここに使わせてもらいましたさて本日の話題はここにありますように5つについてお話をしたいと思いますまず灌漑施設の重要性その次は考え 世界考え施設の遺産についてということで、これはねさんもご存知だと思いますので、復習的に、そして3つ目に、そうした世界考え施設遺産の意義についてお話をし、最後に、この世界考え施設の補足につけて向けて、どうしたらいいんだろうか、少し考えてみたいと思います。まず、考え施設の重要性ですが、その前に、 灌そもそも何なのかまた基本的なところからおさらいをしますと「考え」とは作物の栽培における必要な水を高知へ人的にここが事情ですが人的に供給するということが定義として述べられています。しかしこの考えをするためには水資源を確保しなければいけませんしそして、えー、水路を作って 必要なところまで水を運ばなきゃいけない、そして運んだ水を作物に給水しなければいけない、こういう一環の行為も伴いますものですから、これらも含めて広い意味での考え、最初に申した定義は狭い意味での考え、定義ですが、広い意味ではこうしたものも含めた意味で考え、この講義の意味の考えを行うために、考え施設は必須であると。 いうことになるわけですでそのことによってお分かりのように「灌漑と「灌んえ」施設とそして「水田」「灌漑農業」とは不可分の関係である切っては切れない関係にあるということになります。これは「あ日本水道図鑑」をひもとくとから引っ張ってきたんですがこの「日本を国土を覆う灌漑水路」 海水路もいうこと言いますと幹線水路だけでも4万5千キロメートルにわたっています支線水路も合わせると40万キロメートルこれは地球を10周分に値するというふうに言われておりますがそれくらいの長さがあるただ長いだけではありませんこのカントヘアを切り出して考えてございますが 灌漑水路と排水路が網のように関東平野を覆っている、ここに末端水路まで加えるとどうなりましょうかあ,あたかも血管が毛細血管が人体を覆っているような姿になる、これが日本列島の平野部におそらくこういう形で覆っているということになります。そのことととは少し考えてみるるわかると思いますが、 日本国土がこの灌漑水路あるいは灌漑農業のありようによってあるいはこの灌漑水路あるいは灌漑農業によって作られたっていうことそしてその作られた国土がこの2つのあるいは灌漑施設の維持管理の仕方によって国土の質も変わるということを意味しています。すなわち次にお話しますが そのこことととと、はどういうことかといういいか考えやあるいは考え施設が公益的機能を持っているあるいは多面的な機能を持っていると言われていますがまさに公益的機能を持っているてことの背景がこういう姿であるということです。ないであるというふうに思います。これは考え主あるいは考え施設が持っている公益的な機能ということですが。 まあ直接的な機能をここに掲げておりますがこうした機能が考え施設が持っているっていうのは先ほどの網の目のように国土を覆っているっていうことからものずっとお分かりになると思います。さてその考え水ですが水は地球は水の惑星だというふうに言われておりますがその水の惑星の中で地上にある水の 97.4%は海水だ。では淡水は残りになりますが、しかし人間が使える水は河川水や湖沼にある淡水、それはわずか0.01%にすぎないで。しかもいろんな制約の下で現在利用できているのはその3%、地球上にある水の に過ぎないそれは我々は農業等々あるいは生活に使っているということですがそのわずか地球上にある0.0003%の水の70%は農業に使われている残りはいわゆる都市用水あるいは工業用水といわれるものに使われていますがそれを地域的に見るとアジアが60%残りは世界が 灌漑農地の3分の2はアジアにあるというふうに言われておりますが、これはもっぱら水田灌漑がこのアジアに多いということであります。んごめんなさい。2008年、 のことになるんですが国際農業工学会大会がブラジルで行われましたその時の基調講演にブラジルの農林大臣がブラジルにおけるアグリビジネスというテーマでお話をしましたその中で彼は向こう2050年までに人類が解決しなきゃいけない問題というのはこれだけある十あるというふうにここに掲げてありますが 彼は指摘しましまた教育、民主性、疾病、人口、テロあるいは戦争、エネルギー、環境、食料、水、貧困、こうした10の問題があるというふうに指摘しましたが、この中の5つの問題、エネルギー、環境、食料、水、 貧困は考えてみるとこれ考えに関わるんですね。大なり小なり考えに関係しているということがお分かりになるんじゃないかと思いますがでその食料生産に目を向けていますとここに棒グラフは世界の農地面積ですが近年見ますとほぼ横ばいになっています。これははレスタブランは 農地開発のフロンティアはもうないんだという言い方をしているしあるいは新たに耕せる土地はもうほとんど残ってないというふうに言ってますがそのことで最近横頭打ちだというわけでは必ずしもないんですがそれは農地開発をする一方で都市化が進んで農地が開発されてしまうそのことによって増やしても減ってしまう。 差し引きゼロという状況になっているわけですがこのブルーの色塗りしたところは「灌漑農地面積」を示してますが灌農地面積は年々増えてきてきいますそれをもう少し取り上げてみますと縦の棒グラフはこれは灌漑工地面積の増加傾向それに沿うように グリーンの折れ線がこう伸びてますがこれは穀物生産量を示してますが灌漑農地面積が増えると穀物生産量も増えるということはいかに灌漑面積を増やすことが重要か先ほど申し上げましたように農地開発のフロンティアがもうないということになると増える人口に対して食料をどう賄うかと考えたときに 灌面積を増やさなけとい,い,いうことは、灌漑施設を整備して、農地に水を潤すようにして、食料生産を増やすということが重要になってくるということで、いかに灌漑施設の整備、あるいは保存が重要であるかいうことが言えると思いますが、まあ、こういうことを背景にして、ICID は、 世界観漑施設遺産っていうものを考え出したというふうに言ってもいいと思いますがもうすでにメソポタミア文明の紀元前4800年頃には観漑農業が行われていたという遺跡が発掘されているそうです。でことほどさように農業の発展を立てる上ではこの 灌漑観施設というのは人類の共通の遺産あるいは普遍的な価値を持っているというふうに言っても言い過ぎではないんじゃないかというふうに思います。で ICID は世界観漑施設遺産というものを認定し登録するということを2014年に始めました。で少なくとも 建設してから100年以上経っているものを認定しましょうということですが後ほど述べますが世界遺産いろいろ今あるんですがその中でこの世界考え施設遺産だけが持っている特殊性というのは考え技術の近代化によって新たな技術を導入して考えを行うということも進めなければいけないので考え施設遺産を 改変してもいいですよというのがこの他の世界遺産と違うところになりますがこの世界灌漑施設遺産を認定登録する団体としての ICID は先ほどの会長からのメッセージもありましたが1950年に設立されて翌年日本は 1951年に閣議決定をしてこの ICID に加盟をしております。で、日本のこの国内委員会の事務局は、農林水産省の海外土地改を技術室が担っております。で、先ほどご挨拶した渡辺先生は ICID の副会長として、 昨年選出されましたが、まあ、こういうサミットを行うということは頭の先生の活躍をサポートするとと,ともに ICID における日本の存在感を示すということで非常に意味のあるサミットではないかというふうに思っております。で、この加盟国はメンバーは現在78ですがそれ以外にアソシエイドと入れて先ほど会長の挨拶もありましたように120を超えるというお話になりましたが まさにこのメンバーとアセシエイトを加えした数が加盟国地域になっています。地域というのは台湾一国を指しております。でさて世界遺産先ほどいろいろあるとお話ししましたがこれ今概念的な位置ということで上下に示しているのは自然に関わる遺産なのか文化に関わる遺産なのかということを表していますが。 で左右は左側は無形のもの形がないものあごめんなさい左側は形のあるもの構造物を示しておりますし右側は形のないものあるいは行動を示しております。でこの中に世界遺産ユネスコが 登録をする世界遺産として世界自然遺産と世界文化遺産がありますがこの自然遺産は自然に変わるもので形があるもので文化遺産は文化に変わるもので形のあるものですねこんなところにあるいは世界記憶遺産もありますがここに文化に変わるもので形があるものあるいは無形文化遺産ここにありますが こんなふうにありますで世界灌漑施設遺産はここに位置づけてありますが全くの自然でもないし文化そのものでもない、まあ、自然と文化の間くらい、まあ、人間が作って、まあ、自然現象を少しいじって作ってるってことでありますしもう一方の世界農業遺産でのもありますがやはりこの農業という行為について にこんなふうな位置づけになっていて世界観漑施設遺産もこの世界遺産の中の重要な位置づけとしてあります。で新しくこの世界水遺産を作りましたがこれは ICID が提案して世界水会議に提案して、えー、メキシコのワールドウォーターフォーラムが開催された時に初めてこの世界水遺産の認定が行われまして 日本では和洋、えー、水とそれからあジンベガがここに初めてここに認定されておりますがこれも水に関わるいろんな行動あるいは管理の仕方とかですねそういう特殊性を持ったものを認定するということになっております。ぜひこっっちの部分ででもままたた申請してていいだければ幸いかと思っておりますで、えー 先ほど言いましたように世界観外施設遺産の認定の基準といたしましては、まあ、古いだけじゃなくて、えー、それ以外に技術的な特殊性特徴ですねその当時としては非常に優れた技術を持っているということで、えー、革新的で先導的な技術だったかということとかあるいは驚異的な あるいはかつ卓越した技術だったとか建設手法が独特であるとか等とう,とう技術的な意味で優れているということと合わせて社会的な意味にもその灌害施設を作ることによって農業の発展をもたらしたのかあるいは農業の経済状況を改善したとかあるいは食料の増産あるいは生計の向上あるいは農村の繁栄あるいは貧困の削減に努めたのか。 ようなこういうような社会的な意義を持っているものとかあるいは伝統文化とか文明の痕跡を有するもの文化的な意味からも評価をしてこれら技術的あるいは社会的あるいは文化的な面でどれか一つ以上持っているもの単に100年以上という古いだけではなくてこういう 特徴的なものもどれか1つ以上持っているものということを認定の基準としてあるわけであります。で対象となる施設ですが、新たにですね、この後ろに2つ書いてございますが、排水施設と農業用水管理に関する施設あるいはサイトが加えられましたで。かつて大和川分水、今認定されておりますが、大和川分水が 申請された時に最初はこの排水の方を強調して申請されてきたんですが当時はまだこの排水施設っていう視点はなかったので考えのように方に重点を置いて申請をし直していただいて今は登録されておりますが当時から排水施設が認定されていればそんなことなかったんですが今は排水施設もその登録の対象施設としてなっております。 でここに123の施設が世界全体で登録されていて日本は44だと何度か皆さんのお話の中に出てきましたが44ありますアジアはこの123のうち約80割がアジアが占めておりますそれは先ほども申し上げましたように水の農業用の利用がアジアが多いということあるいは考え農地面積の 3分の2がアジアにあるということがまさにこの認定数の8割を占めているということにもなっているでしょうしあるいはモンスーンアジアの水田管外ということでその多くがアジアにあるということであるかもしれませんが中でも日本は非常に多くを占めております。一時は半分くららいいがが日本が占めてておりましていろんなマスメディアの方からインタビューを受けると どうして日本はそんなに多いんですかってもう必ず聞かれましたがまあ今日は時間のでお話ししませんがまあ不思議に思われておりました。でその1 9二千1 6年に開催されたタイでチェンマイで開催されました ICID 大会での執行理事会で以後は各国毎年4つまでというふうに新たに ルールが定まりましてそれ以前は上限はなかったんですが定まったので2017年からは4つだけ認定するようになって今は毎年各国最大4つまでというふうになってきておりますで、これは44のもう皆さんおなじみの認定された登録された世界灌漑施設遺産ですがでこれ見ますとですね、この時代的なものをずっと並べていますと大和朝廷時代から 奈良平安室町安土桃山江戸明治というふうにずっと時代を追って認定されてるんですね。でこのそということはどういうことかというと時代を追ってその考害施設を作る技術あるいは施工技術の推移が分かるということあるいはその技術がどうやって伝播したのかなどういうふうに日本国内に伝播したのかなというか。 ということを知るあるいはそういうものが作られた社会的な背景はどうだったのかないうことを知ることもできるという意味では大変意味の多いものだというふうに思っておりますまあ ICID は先ほどの加害上のメッセージ会長のメッセージにありましたように世界加害施設遺産の意義についてお話しいただきましたがまあこれはその 遺産の認定登録の基準になっているものをもう一度掲げましたが、まあ、こういったものを持っている形として表しているのが世界灌漑施設遺産でありこれは人類共通の遺産として普遍的な価値があるそのこと自体に非常に意味があるというふうに私は思っておりますがと同時にこうした食料生産の安定的持続性を担保する力を 我々に与えてくれるあるいは考えや考え施設が持っている公益的機能の持続性を強化する力を我々に与えてくれるさらには考え施設の持続的活用と管理の方法を今までも積み上げてきたんですが将来にわたってこういう管理の方法を蓄積し 将来の人々に寄与するさらには、灌漑施設の維持管理に関する意識の向上を図ってくれる。あるいは、研究者、市民、児童、生徒への教育の機会であるとか、研究の機会であるとか、あるいは教育・研究の素材を提供してくれる。例えば、農業・土木・技術の発達士であるとか、 あるいは建築技術の発達の歴史を学ぶ上でいい素材であるし研究対象にもなるあるいは灌漑施設遺産の建設によって地域が発展されたその地域発展の歴史を学ぶことができるあるいはその歴史を研究する対象を提供してくれるあるいは灌漑施設そのものを学ぶあるいは灌漑システムそのものを学ぶあるいは灌漑の農業を 学ぶそういう素材でもあるし機械でもあるということでいろんな意味が持っていますで。こうした多様な意味を持っている考え施設ですが、まあ、さらにはこの文化的な意味あるいは郷土の誇りとか郷土愛に対する意味とか あるいは地域づくり地域活性化につながる機会を提供してくれるとかあるいは人間形成これ後ほど触れますが考害施設管理を通じた共同の接種を養うことができるとかあるいは歴史的なこの100年を超えた施設を見ることで歴史的な視野を私たちに与えて思考力を与えてくれるあるいは共同を結ぶ心を育ってくれる。 いいろんな意義を持っているでそうした意義をどうやって将来につなげるのかということを次に4つの視点から少し私なりに考えてお話をしたいと思います。まず前提として、官外施設遺産の持っている機能を聞きますと、もちろん食料生産機能が当たり前のごとく持っているわけですが、 それれ以外にいいわゆる公益的機能っていうものがありまますす大きく2つに分けられます上の食料生産機能っていうのは食料生産に関わる人たちのが受益者でありそしてそれを負担する維持するために負担をするあるいは消費者出来上がった食料を消費する消費者でありあるいはその負担者もお金をそれを買って負担するってことですので消費者ですから上は 食料生産機能に関しては、昇進経済、市場経済、自由市場経済の下で、これはある程度完結される。しかし、公益的機能について見ると、市場が形成されていませんので、この部分は国民的な負担に依頼しなくてはいけない。つい近、最近まではですね、 そというものに国民の目は向いてない時には農業者が全部この食料生産機能もこうやって機能も含めて農業生産の中で国民に提供してきたところが今は広域的機能と呼ばれるものにも国民が意識を高めてその必要性をだんだん認識するというようになってきますと農業だけでこの広域的機能部分も 負担するるとててても難しくなってきている食料生産機能だけにおいても食競争環境によってなかなか難しい状況にありますがまずは食料生産機能においては最も基本的なのは水田管外農業の持続的発展を図るこれことがまず重要ですそのことによって施設の維持コストを 内部化するることができるあるいはできるだけ内部化することによって超えてきのも負担を少なくするっていうことも考えることができる。でこの水田灌漑農業を持続的発展っていうのは国民に安定的に安心できる食料を提供するっていう意味では食料政策の最も基本的な 問題であるしあるいはちょっと長期的に考えると地球温暖化の中で食料問題が提起されてきておりますしあるいは人口増大する中で食料問題がだんだんクローブアップされているってことになるとそういう長期的な視野を含めてもこの水田灌漑農業の持続的発展を図るその中で灌漑施設の維持 保全を図るということが非常にに重要になってくるで二2つ目は今申し上げましたようにあ二2つ目でその水田農業の持続的発展を考えるときに水田農業の将来の方向はどんなものがあるだろうか私なりに整理しますと1つは従来通り個別経営が展開されるということが1つあるでしょうしあるいは集落への によって展開されるでししょうしあるいは借地型の大規模経営によって展開されることもあるでしょう。いずれかの形で水田農業が持続的に展開される。で個別的経営とか集落営農の場合には従来どおりに施設の管理主体は土地改良区であろうしその 管理コストは農業者が負担するこれは従来通りの姿でもういけると思うんですがただ借地型大規模経営になるとごくごく少ない1経営体とか極端な将来的に言うと2経営体だけがその地域の管外施設を利用することになると土地改良区が従来通り同じように負担して管理するなかなか難しい。 おそらく、これは制度の改変にもつながると思いますが、サービス、新たなサービス事業体が水供給、水供給のサービスを行い、あるいは施設管理もする、形が取られなければいけなくなるかもしれません。あるいは、すでに土地改良区もなかなかもう施設を維持管理するのはしんどいという状況のある土地改良区もある、いわに聞いておりますが、それはこのサービス新たに作られるだろう、 サービス事業体と連携をして世界海外施設遺産を維持し保全する子たちに取り組まなければいけないかもしれないただサービス事業体にすべてを任せるということもあるかもしれませんけどただ土地改良法が持っている土地改良区と特殊な生活強制加入強制負担この権能これは非常に大事な権能ですので 改良区力が持っている権能は大事ですので、そう簡単に捨てるわけにいかない、この強制負担、強制加入の権能を維持しながら、世界観外施設遺産の維持、管理、保全、どう図るかということを考えなければいけない、それはサービス事業体と含めて、合わせて考えなければいけないと思いますし、サービス事業体は後ほどお,さお話しいたしますが、どういう形にしろ、いろんなものは考えられると思います。 二つ目は、農村空間を、空間全体をサービス産業化するという発想です。例えば、世界考外資産を中心、中核にして、学び、遊び、癒し、リモートワークの場としてニーズに応える農村空間として活用する。農業農村空間の多面的な利用や、地域資源の産業化によって、サービス産業化を図る。 これはすでに林野町が森林は今まで木材を提供する空間である森林空間をそのように見なしてきておりましたが最近は森林をサービス産業を創出するサービス産業体をとしての空間をとして考えられるということでいろんな各省庁がやっているような施策も例えば環境庁がやっているツーリズムなどを森林空間に取り入れる。 あるいはその文科省がやってるスポーツといったものも取り込むとかですねいろんな各省庁のやってるそのヘルス健康の面も入れてこの森林をサービス産業単に作り変えていくような動きをしておりますがまさに農村も先ほど言いましたように多様な機能を持ってるそれをうまくサービス産業につなげるような 仕組みを考えるってこともこれからの一つの方向ではないかと思いますがこれは地域資源の産業化でまあ独産業化等とも言われておりますがいろんな地域資源を産業に結びつけるということがありますがこれもサービス事業体として取り込むということもありますしあるいはグリーンツーリーズムといって今言った地域資源の それぞれぞをこれに横につながる連携する地域資源のネットワークってここに書いてございますがネットワークしかも「回遊性を持たせる」こうあえて矢印書いておりますがこれは「回遊性」を意味するために矢印書いておりてこの順番に回るとかですねそういうことじゃありませんがこの地域資源のネットワークを作って回遊性を持たせることによってグリーンツーリズムを豊かにする。 ここに来る人はグリーンツーリングですのでできるだけあの環境に負荷を与えないように徒歩であるとかあるいは自転車であるとかあるいは環境に負荷を与えないようなモビリティを使ってこの中に訪ねるこういうツーリングによってこの産業をサービス産業体として活用する。で そういうことによって先ほどその午前中の協議会のセミナーにしたがありましたようにビジネスにつなげていくであげられた利益を施設の管理の方に持ち込むそういう仕組みを考えていくことが重要ではないかと思います。から3つ目は公益的機能の国民的負担支援って書きましたが先ほどの食料生産機能以外の公益的な機能を 考えたときに国民的な支援を求めることが重要になってくるで主に自然保全自然環境保全機能は国民的な国がサポートするような対象になるでしょうし社会文化保全機能は地域社会があるいは市町村地方自治体がこれを支援するということになると思いますが。 国はすでに多面的な支払いをしておりますが、まさにこの公益的な機能分を負担するということであると思いますし、ここにまた管理協定っていう言葉で書いておりますが、これはまだないんですが、これはイギリスやオランダで農耕地に生息する貴重な自然生態系を守るために、守れるような農地管理をしてもらう。その農地管理を国と契約をする。でその自然生態系を守るような 農地管理をすることに対して国はお金を支払うということがなされておりますがそれと同じ発想で世界灌漑施設遺産の中でも特に原型をとどめて維持管理をしたいというところ特徴的なところに関しては特殊な管理をする伝統的な管理をするという場合も起こるでしょうそういうものに関しては管理協定を結んで国がダイレクトに そのために費用を負担するるようなな仕組みもももしししかかたらら考えられるかもしれないだ、あるいは地方自治体による支援ということで世界海外施設地帯の記録であるとか図面であるとか資料の整理保全を図るあるいは共同資料館を作るとか共同歴史館を作って展示をするあるいは蒸気のものをデジタル化してウェブ上にオープンするあるいはこの 外農業によって育まれた伝統祭祀であるとか伝統芸能の伝承を市町村がサポートし,して継承するようにするということが考え重要になってくると思いますしあるいは教育委員会まあ小児たちにかわりますが教育委員会からとしてはこの世界灌漑施設遺産をつくることによって地域が発展した歴史を郷土史の 文化としてまとめて教育に教材化するそれを郷土史の歴史として学校教育に取り入れる子どもの時からこの歴史の中に取り込むという努力もしてほしいと思いますしあるいは式業にとっては CSR の一環として里親制度加害施設のどこか例えば水路でしたら50メートルこの部分は 何々企業が里親として維持管理しますよあるいはコスト負担しますよそんな CSR も考えてもいいんじゃないかというふうに思いますがこんな公益的な機能を持っているものは農業サイドだけでは負担しきれないその部分は国民的な支援あるいは地方自治体による支援あるいは私企業による支援を考えていくことが補足にとっては必要ではないかというふうに思っております。 4つ目は連連携と連帯まず世界との連携大きく出ましたけれどもこれは一度 i c r d の大会で中国と日本でこの世界灌漑施設遺産についてのワークショップセッションをやったことがあるんですがそういうことをですね i c r d の大会の折に世界の灌漑施設遺産123あるんですがそれ一度に全部やるわけにはいかないでしょうけれども 連携してやるとりあえずはモンスーンアジアの諸国の世界観外施設遺産と連携して ICRD の大会の時にやるというような発想もあってもいいかもしれませんしあとは国との連携は先ほど既にお話ししましたのであるいは市町村自治体との連携もお話ししましたしでこれも午前中に協議会にできましたのでもはやお話しすることもないんですがこの会社との横の連携これも重要ですね。 お互いに情報交換して学び合ういい,いい事例はお互いに学びし合うあるいは抱えている問題直面している問題についてはみんなで議論して答えを出し合うあるいは連帯による活動っていうことでもロゴマークを作るとかカードの話がもうできましたがまあここでももう重ねることはありませんし最後に WHIS の日って書いてありましたがこれはオランダにあるこの「 風車の日をイメージして書いたんですがオランダ風車がたくさん全国にあるんですが一年に一遍だけ風車の日に設けて全国の風車が一斉に回りますこれは相関です同じようにですねそれぞれの世界灌漑施設遺産がそれぞれでいろんな活動をしていると思いますが一年に一遍だけ日を揃えてその日にみんなで一斉にそれぞれにそれぞれあるいは 教室のテーマを考えてもいいでしょうけれどもそれぞれにイベントやるイベントを一箇所でポチンとやっても効果はないんですね同じものテーマであちこちでやると国民に情報を伝わる情報が圧倒的に多いんですねそういうように一斉に同じ日に全部でやるっていうと44が一斉にやるということとやるとその情報がずっと国内に広まると思ってますので ぜひそんなことも考えてみたらいいかなというふうに思っております。あごめんなさい。で、あと、地域住民との連携ということで、ため的の支払いによる活動とか、20世紀土地改良創造運動とかもあるでしょうし、あるいは参加型学習によって、次の世代につなげる努力も必要でしょうし、あるいは、最近しっかり言われておりますが、関係人口を拡大する。 何らかの関係を持ってて、る人たちを増やして理解を深めあるいはそこに寄与してもらうような活動をしてもらうということもあると思いますしもう残り時間少なりましたので急いで駆け足で結びに帰っておこうということでお話で終わりにしたいと思いますが今までお話したことをもう一度整理して私なりにぜひこの点を考えてほしいと思っているのは 世界灌漑施設遺産っていうのは先人の英知と異業を形に残しているっていうことなんですね。だから世界灌漑施設遺産について学ぶっていうことは先人の知恵とか異業を学ぶ。私は上用水に訪問した時にですね、上用水はの地元の考えですね、 干ばつによる被なんとか救いたいという親子3代のその意志志をつないでそしてついに難しい水路を作って完成した親子3代にその志がどうして伝わるのかそういう高い心の心の強い意志というのはどうやって伝わるのかずっと考えてますがまさにそういうことを学ぶ心の強さを学ぶ いうこととはは人間形成ににって非常に重要ではないかあるいは世界灌漑施設遺産を学ぶということは地域開発の歴史を学ぶってことでありそのことは田園文化をつくってきたってことを学ぶことであるそういうことを学ぶことによって郷土の誇りが生まれるあるいは郷土と結ぶ心が生まれる郷土との関係が強くなる。 そして郷土への愛着が強くなるこのことは非常に重要ですじゃないかというふうに思っておりますそしてこれもすでに申し上げましたが世界海外資産施設遺産を作って水田農業を発展させてきたということは国土あるいは地域そのものの環境を作ってきた 自然生態系景観あるいは農村社会構造や文化伝統文化とかこういうものを含めた環境相対をつくってきた歴史である逆に言うとこの水田管外農業が廃れるっていうことはこの国土や地域の環境が劣化することに直ちにつながるこういう認識をもう一度深く持ってほしい。 そのことが今しきりに言われている地方復権であるとか地方創生の基本的な部分ではないかというふうに思っております。ですからぜひ世界観害施設遺産の維持管理に日夜努めていらっしゃる皆さんその中でぜひここの部分を忘れずに思い起こしていただいてそうすることによって次世代につながっていくと思うし 共同に結ぶ心がつながり、共同愛に結ぶと思っておりますので、ぜひ今後もぜひよろしくお願いいたします。ということで、時間がなりました、つたないお話ですが、どうもご清聴ありがとうございました。